はいどうも、田原元就です。こちらの動画ではアルゼンチン共和国杯このデータ分析をやっていきたいと思っております。東京 2500m、 これ年にね2回しかないような、そんなレアな舞台なんですけれども、こちらの分析からやっていきたいと思っております。では最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。やっていきましょう。まずは人気馬なんですけれども、こちらでねまず注目したいのは3番人気の好走率です。こちらなんと 80% ということで、1番人気馬2番人気馬をねいずれもしのぐそんな好走率を残しておりました。まあ、数字って結構何とも言い難い部分はあるんですが、それでもやっぱ、この 80% という数字見逃せません。当日の3番人気馬はですねちょっと警戒しても良いのではないでしょうか。はい、続いては前走なんですけれども、前走クラス別こちらで見た時にですね、前走3勝クラスこちらから参戦した馬が馬券内率 40%、 こちら重賞クラスとかそういった何なら G1 そういったところよりも全然好走率が高いというそんな意外な結果が出ておりました。背景にあるものといたしまして、このアルゼンチン共和国杯がハンデ戦であること、今3勝クラスってやっぱ格下と思われてしまうので、そういったところからね、勝ち上がってきたとか好走してきた、そういった馬が今回軽ハンデで再度好走をかますという、そんなケースが後を絶ちません。続いては決闘ですね。こちらなんですけれども、ハーツクライ3区がですね、このレースと非常に相性が良いということを見逃すことはできません。馬券内の6回ということで、その中には勝ち馬もおりましたし、フェームゲームとかね、そういったような、例えばシュバルグランとか、そういった勝ち馬も輩出をしております。まあ、イメージで言うと、ハーツクライ3区ってやっぱステイヤ寄りの、そんな印象がありまして、春の天皇賞とかも好走馬を出しておりました。やっぱ 2500m、東京だと特に、ステイヤ適性が強調されやすいので、そういった部分がですね、ハーツクライ3区にとって良いのかもしれません。はい、続いては年齢なんですけれども、こちら3歳馬が出てたらね、とんでもない高走率で、80% ぐらいの高走率があったんですけれどもね、今回4歳馬の方に目を向けてみたいと思います。4歳馬、こちらの該当馬なんですけれども、6勝していて2着3回ということで、このレースの中心を担うというそんな存在となっておりました。4歳馬ってやっぱ伸び盛りというね、そんな年齢でもありまして、キャリアを積んで、だんだん適性がはっきりしていて、この舞台に参戦をするという、そんな陣営のローテーションなんかも含めましてね、やっぱ4歳馬にとって追い風が吹いている、そこは見逃すことができません。はい、続いては枠順ですね。こちらは東京 2500m って1コーナーまで結構距離があるような、そんな試行条件でもありますので、そこまでこう枠順の有利不利って、ないのかなという印象でして、この過去の10年で、見てみた時にいわゆる中枠ですよね、3、4、5とか、そのぐらいの枠順の枠5勝ということで、高走率が高いというそんな結果を残しております。まあ、あんま気にしなくていいですかね、正直枠順に関しては。投数自体もこの条件でフルゲートってそんなにあり得るという感じでもありませんので、今年もそんなに多くないと思うんですけれども、やっぱそう考えると枠順はそこまで気にしなくても良いのかもしれません。続いては客室なんですけれども、こちらちょっと両極端な、そんな結果が出ておりました。まず逃げ馬なんですけれども、こちら過去10年なんと1頭も馬券圏内がないということで、まあ、前に行ったらちょっとこのレースおしまいだよねというそんな傾向が出ております。で、反対に差し馬ですよね。上がり3波の最速の足を使える馬が馬券内率 80% ということで、この特殊直線の長い東京競馬場を存分に生かしきるというそんな競馬が合っているというそんな状況となっております。このレースは切れる馬を狙ってください。最後にお伝えするのが、今回出走する馬の中で高走率が高いデータと低いデータ、そしてオリジナルのプラスワンのデータです。まずは高走率が高いデータの1個目なんですけれども、こちらの該当馬の方がセレシオン、この馬に該当するんですが、前走3着以内から臨んだハーツクライ3区、この該当馬が 1-2-1-2 非常に高い高走率を残しておりました。まあ、該当馬5頭中7頭中5頭が馬券圏内というそんなデータなんですけれども、このハーツクライ3区ですね、さっき決闘のところでちょっと触れたんですけれども、まあ、このレースと非常に相性が良いという、そんな決闘でもありまして、そこに前走着順、まあ、要は直近どれだけパフォーマンスを示してきたかというそんなところにフォーカスした結果生まれたデータとなっております。で、該当馬のセレシオンなんですけれども、こちらの馬がですね、3歳の時に菊花賞を参戦したりとか、もう早くから素質を見せていたというそんな一頭なんですけれども、ちょっと長期休養で期間が空いてしまいました。ただ復帰後はですね、安定した成績を残しておりまして、前走が重賞だったんですけれども、そこで馬券圏内に入りまして、今回は 2500m というそんな距離延長と相なりました。そもそも菊花賞を使った時点でですね、陣営が当然長い距離いけるよねということを思ってのローテーションでもありましたので、むしろ金層1008とか2000とは、そこであんだけ切れる足を使ってたのがびっくりしたぐらいな、そんな印象であったんですけれども、まあ、この前に関してはね、全然長い距離も問題ないと考えております。まあ、遠道厩舎自体がこの長距離戦に強い厩舎でもありますし、当然そういったノウハウは兼ね備えている状況でもありますし、まあ、筋量もそこまでね、すごく心配するようなことでもないと思いますので、この条件だったら再度構想が見込めるのではないでしょうか。ただもう一個の高走率が高いというデータなんですけれども、こちらの該当馬の方がクロミナス、
この馬に該当するんですが、戸崎啓太ジョッキーの騎乗馬が0322、非常に高い好走率を残しておりました。戸崎ジョッキーってね、まあ賛否両論って言ったら変なんですけれども、まあ基本的にいろんな条件で狙えるかっつうとはちょっと難しいような、もしかしたらそんなジョッキーなのかもしれません。ただこの東京 2500m、この条件における戸崎ジョッキーってもう素晴らしい成績を残しておりまして、これ7頭、過去騎乗いたしまして、馬券圏内5回なんですけれども、その中になんと3万人気以内が、2番人気以内か、そういったところのいわゆる人気馬がほぼいないという、そんな状況にもかかわらず馬券圏内を量産しているという、まあ、いかにこの条件における適性が高いかという、そんなジョッキーだと思っております。まあ、正直この手のジョッキーデータって、まあ、言ったら結局ルメールだよねみたいな、川田ジョッキーだよねみたいになってしまうんですけれども、この人はちょっと別ですね。今回のこの舞台に関して言うと、さすがにこの東京 2500m というレアな条件におきまして、これだけ馬券圏内に入っているという、それかなり見逃すことはできませんし、やっぱ単純にジョッキー自体もね、やっぱ相性がいいことを自覚しているのではないでしょうか。まあ、そういった背景があって、今回もしかしたらクロミナス陣営が戸崎ジョッキーに白羽の矢を立てた可能性もありますので、まあ、その期待に応えてくれる可能性十分にあると考えております。で、ここから馬のオリジナルの特性に特化した、そんないわゆるプラス1のデータをお伝えいたします。こちら該当馬の方がミクソロジー、この馬に該当するんですが、左回りの成績が4011、非常に高い好走率を残してました。ミクソロジーってですね、もう昨年がすごく圧倒的な成績で、もう上がり馬的なんです。万葉ステークス勝って、ダイヤモンドステークス勝ったという、そんな一頭だったんですけれども、ちょっと故障が長引いたのかなという、そんな感じでして、ちょっと間が空いてしまいました。ただ、前走復帰を果たしたんですけれども、当時がもうとんでもない前残りという、そんな決着でもあったんですけれども、着順こそ確かに良くはないんですけれども、じゃあ何もしていなかったかと言われればそうでもありませんし、まあ、一定の足は使っていたんだと僕は考えております。で、今回が左回りの舞台に変わるということでして、万葉ステークス、さっき言った万葉ステークスと、そして今回のこの東京のダイヤモンドステークスを勝ったという、そんな馬です。まあ、例えば東京のダイヤモンドステークス勝ったのですね、この中にはフェームゲームなんかもいたんですけれども、その馬が連動してこの条件でも好走していたという、まあ、結構、ね、3000m 超える東京のダイヤモンドステークスと、こう 2500m 特殊なステア適性が求めれるこの条件において結構リンクするというところがありますので、今回のこのミクソロジーにとってはすごくいい条件だと考えております。で、最後にお伝えするのが、今回出走する馬の中で好走率が低い方のですね、そちらのデータもお伝えをさせてください。こちら該当馬の方がですね、目下連勝中の湘南馬シと、この馬に該当するんですが、前走芝 2600m の勝ち馬が0105、一頭も勝利がありません。まあ、これ不思議っちゃ不思議ですよね。 2600m と 2500m、まあ、たった 100m しか距離が違わなくて、なんなら距離一応ね 100m ですけど距離短縮という、そんな条件で臨むんですけれども、なぜかここでは勝ちきれないという、そんな状況が続いてしまっております。まあ、なんだろうって考えた時に、芝の 2600m、まあ、これほぼ間違いなく、ローカルの 2600m に限定をされます。まあ、阪神の 2600m もないことはないんですけれども、基本的には夏の札幌とかね、そういったところを使ってきた馬が今回東京に変わってという参戦が多いんですけれども、じゃあ果たして適性がどうかと考えた時に、やっぱコーナーがたくさんあって小回り適性が求められるのが札幌2600とか、そういったものに当たるんですけれども、東京 2500m でそんなのいらないんですよね、正直。まあ、変な話、不器用な馬で勝てちゃうみたいな、そんなような条件にもなっておりますので、逆に言うと前走器用すぎる競馬をすると、この条件には合っていないという、そんなデータとなっております。で、該当馬の湘南馬シと、これまさにですね、その器用な競馬で金層を勝ってきたという、そんな一頭でもあります。まあ、特に前走ですよね、前走タイランドカップ、こちらなんですけれども、1目の枠を引いて、終始内役で先行して、最後の直線でもですね、素晴らしいコーナリングから2着馬を僅差でしのいだという、そんな一戦だったんですけれども、なんなら2着馬の方がですね、もう目視で最低50メーターぐらいはもう距離損してたんじゃねえのぐらい、そんな競馬ではあったんですけれども、そことの差がですね、最後の僅差につながっていて、僅差をしのいで勝ったことにつながったと考えております。ただ、あの競馬を東京でやったらさすがにね、刺されちゃうよねという、そんな状況でもありますので、まあ、この馬自身、湘南馬シート自身はですね、今後もこう小回りコースでの重賞レベルで活躍してもいいんですけれども、今回のこの条件においてはなかなか評価をしづらいかなという、そんな一頭です。
以上でアルゼンチン共和国会のデータ分析は終了となります。こちらの一戦なんですけれども、結構客室のところが極端に出ているのかなというそんな印象が伺いました。まあ、一言で言うと逃げ馬嫌ってください、そしてもう一言で言うと差し馬をたくさん狙ってくださいというそんな条件でもありますので、いかに切れる馬を狙うか、これがこのレースのキーワードではないでしょうか。この動画が参考になっていただければ、ぜひチャンネル登録などもねよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。